第43回先進国首脳会議は2017年5月26日から5月27日にかけてイタリア・シチリア島のタオルミーナで開催された先進国首脳会議。2014年5月より G7 はロシアとの間で意味のある議論ができないとして G8 の資格を停止しており G7 だけでサミットを継続開催している。 シルビオベルルスコーニが首相として1987年に開催して以来のイタリアでの G7 サミットであった。またアンゲラ・メルケルとテリーザ・メイの女性首脳が参加し G7 サミット史上初の二人の女性首脳が出席するサミットとなった。参加者による記念撮影出席者は G7 の首脳人と欧州連合の代表者である。欧州委員会委員長は 1981年のサミット以来、すべての会合と意思決定に参加している。イギリスの首相、テリーザ・メイ、フランスの大統領、エマニュエル・マクロン、イタリアの首相、パオロ・ジェンティローに、アメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプにとっては、初めてのサミットであった。G7 は次の課題に対する共通の努力を強調した。シリア内戦の終結リビアにおける、 国際連合ミッションの貫水シリアやイラクにおける愛する勢力の削減北朝鮮に対し国際連合決議を遵守するよう求めるウクライナ内戦に対するロシアの責任経済活動の支援と物価の安定を確保する一方で貿易の不均衡とジェンダーの課題に挑戦することが求められた。飢餓の撲滅、競争力の強化、国際保険の向上といった 条件づくりに取り組んでいる移民喪出国に対して各国が協力することが合意された。ありがとうございます。